皆さんどうもこんにちは、チャンヘイです。スター、皆様にご報告がございます。大会ですね、2022年1月の投稿で大会に出ますといった内容を公開しました。現在ね、減量始めて 94.4kg からだいたい 72kg、 22.4kg くらいの減量に成功しました。体のコンディション的には腹筋が若干割れ始めて体が絞れてきたといった状況になっております。ストリエーションだとか筋肉の立体感が出るようになってきました。あとね、どれくらい絞って大会に合うくらいの体脂肪率になるのかっていうのはまだ自分の中ではっきりと分かってなくて、今日インボディのあるエニタイムで調べていきたいと思います。だいたい自分の感覚なんですけど、今のこの体のコンディションからしてあとマイナス10キロくらい、まあ8キロとかかな、絞る必要があるかなと思っております。8キロくらいは落とさないと大会に出れるような体にはならないと思っております。自分の今までの流れからして1ヶ月で 3,4 キロぐらい落としてきたので、2ヶ月くらいあったら落とせるんじゃないかなと思っております。今年のゴールデンウィークにちょうど間のね2日にですね大会がありまして、そちらの方にエントリーしようかなと思っております。で、自分一応会社員なのである程度前後に休みがある日の方が調整しやすいっていうのと、だいたい2ヶ月くらいで絞れるんじゃないかなって、まあ、あとはできるだけ早く大会に出たい。一度大会を経験してそこでまたさらに計画的に次からねやって改善していったりすることができるので、できるだけ大会に早く出たいと思っております。これからさらに絞っていく必要があるので、本当にイメージなんですけど、もっと過酷になるような気がしてます。こっからは本当に覚悟を決めてやっていきたいと思うんですけど、大会に出るにおいてやらなきゃいけないことがたくさんあるんですよ。登録だとか、あとはね、体って今スプレーで色を変えられるんですよ。ボディービルダーの人ってこう板チョコみたいなクロスじゃないですか。あれも前日とかにスプレーをして何日か経てばスプレーが落ちて、それも確か1万円ぐらいかかっちゃうんですよ。あとはサーフパンツ、衣装ですね。とにかく何もかも初めてなので本当に大変になるかなと思うんですけど、一歩踏み出してもうやり続けるってことを自分はもう今までやってきたので、絞れなくても大会には出るし、減量が進まなくても最後まで諦めずに減量する、とにかく続けてね、この動画を見てくれてる人に勇気を与えれるようなね記録を残していきたいと思います。ということでね、インボディの方をちょっと測ってきたんですけども、結果がこちらになります。体重が 72.7 で、そのうちの筋肉量ですね 61.8、 バロメーターのうちだとこう高いのうちに入ってますね。で、体脂肪量が 7.3 なので 72.7kg 中の 7.3kg が体脂肪ということになります。この数値は低いになっているので、まあ結構いいんじゃないかなと思います。肥満指標 BMI が 24.2 で体脂肪率が 10.1 なんですよ。あと 0.2 あればね 10% を切ってるところだったんですけど、まあまさかね自分がここまで落ちてるとは本当に思わなくて、めちゃめちゃ嬉しいのもあるし、フィジークの大会に出るには 5% 台に持っていきたいので、あと4キロから6キロぐらいの絞りが必要かなと、思っております。で、体重が 94.4kg の時の数値を見てみたいと思います。体脂肪率が 37.9% になっております。脂肪量が 35.8kg なので 94.4kg のうちの 35.8kg が脂肪。ちょっと待って、どういうこと。まあ一応ね数値としては出てるんで 37.9 から 10.1%、 まあ持ってきたとは言えるんですよね。数値ではこの数値が正しいかどうかわからないんですけど、体脂肪率が 28% 落ちたということになります。この頑張ったこの努力をねぜひとも分かっていただきたい。まあ本当に続けることが大事かなと思います。痩せる上で結構途中途中落ちなくなるところもあるんですけど、そこでいかにモチベーションを保って違う減量方法を試したりだとか、どこでストレスを解消したりするだとか、続けるためにどうするかっていうのを考えてやるべきかな。痩せることだけを考えるんじゃなくて、痩せることを続けることを考えていくのが大事かなと思います。腹筋がねようやく見えてきたので、もっとバキバキになるまで減量の方頑張っていきたいと思います。ということで、この動画がいいと思ったらチャンネル登録、高評価、通知ボタンの方お願いします。ということで、また会いましょう。 See you next time.